地球温暖化による気候変動など生活を取り巻く環境が日々変化する中、自然と人間がいかに共生していくのかを芸術を通して感じてもらおうと企画された展覧会です。会場には19世紀後半の印象派から現代の作家までが身近な場所や旅先で出会った自然の風景などを描いたおよそ70点が展示されています。中でも四日市生まれで桑名を拠点に制作活動を行いエコロジーを体現した作家といわれる小林賢三は、鳥や生き物をモチーフにした作品や身近な風景を優しいタッチで描いた作品を多く残していて、作品からは小林の自然に対する春のような温かさが感じられます。また県内在住の彫刻家中谷美智子さんの作品は、一見すると絵画のように見えますが、型を取った石膏に樹脂を流し込んだ立体作品で、見るものを不思議な空間に誘います。この展覧会は4月3日まで県立美術館で開かれています。